にちは、教えて浩司です、先日の南大原土地改良区の理事長として、こうした水門ポンプ場のね草刈りを役目としてやりました、その場でもう一度今度は教えて浩司の撮影をこうしていきたいと思います、いい天気ですけど少し雲が出てきましたね、4月ももう、すぐ終わろうかということで、爽やかな新緑とカエルの声とちょっと風はありますけどね、暖かい、陽気です、本来であればゴールデンウィークを控えて少し心もウキウキとしたり、4月新年度ですから、我々も心新たに県庁の職員やらいろんな団体の方々やら人事が変わったりしてですね、そういった、挨拶やら意見交換やら、あるいは歓送迎会やらそういうことも多い時期なんですけども、今年は一切ありません、子どもたちも新年度新学年あるいは進学あるいは就職あるいは大人たちも転勤移動いろんなことがあって、まあそうそうと、まあ、それでも1ヶ月桜の時期から1ヶ月経とうとしてますから、しくしくと新しいステージで、積極的に頑張っている頃なんです。しかし正念場と私も何度も言ってますけども、毎回正念場だと思っています。今度こそ夏に向けて、オリンピックに向けてさまざまな学校行事、議会も役所も会社もそして農業も漁業もいろんなことがあるわけで、お祭りも去年はできなかったわけで、すべきところは我慢し、しかしこれコロナはまだまだなくなりませんから、コロナがある中でも私はいわゆるウィズコロナと言いましょうかね、コロナはなくならないけれども、それぞれの行事そういったものをしっかりと対策をしながらやっていく仕事会議きっちり対策をしてやっていく、これを個人個人が守っていく、前にも言いましたけども個人ごと家族ごと会社ごと学校ごといわゆる事業所ごとあるいは地域ごとそして友達仲間たちと連携とって、そしてある行事ごとにきっちりと対策をとっていけばですね、恐れることはありません、きっちり対策とっても確かに
どこで移るか分かりません。移った人は悪くありません。ですからそこは冷静に、過敏になることなく冷静に、過度に恐れることなく、いわゆる日本人として大善自弱として自然体でね、立ち向かっていこうではありませんか。そう思います。コロナの千葉県のまん延防止措置は現在は4月20日から始まりましたけれども、船橋、市川、浦安、松戸、柏の5市はすでにまん延防止措置の区域に入っています。4月の28からはそれに加えて千葉市、習志野市、八千代市、野田市、我孫子市、鎌ケ谷市、すいません、あとどこでしたっけ、流山市、すいません、野田市を加えて12市が対象になります。これはですね、飲食店では昼も夜も お酒の提供は中止です。細かいこと言えばもっといっぱいありますけど、詳しいことは新聞、ニュース、あるいは千葉県のホームページ、あるいはネットでの情報を確認してもらいたいですけれども、とにかく、お酒の提供は禁止となります。そして今言った12時は飲食店の営業は8時までです。お酒を提供しないで8時までという厳しい措置でありますから、これはですね、しっかり守っていただくのと同時に、協力金の制度も引き続きありますので、これ今度は協力金は一律6万とか4万ではなくてね、中小企業と大企業にまず区分を分けて、それで、1日の、売上、ごとに、売上が多いところはそれなりの多い給付金になろうかと思いますけども、売上の少ないところは若干下げた形で、状況に即した形のね、協力金の給付となっていますから、お気をつけいただきたい、お気をつけというか確認いただきたいなと、そしてご協力いただきたいというふうに思ってます。まあ飲食店だけがクローズアップしてるから、飲食店の皆さんが、とにかく苦労してしまっていると同時にですね、協力金も飲食店を中心としてるから、飲食店並みに例えば納入業者、仕入れ業者、お酒の仕入れ、食料の仕入れ、業者もそうですし、これ第一産業 の農業、そして漁業者の方々、あるいは仲買、あるいは加工、そういった業者の方々です。非常に大きく損害を被っているわけです。あるいは私いつも気にしているのはやっぱり観光業、観光バス、鉄道会社はそうかもしれませんけれども、それよりも小さい観光会社、バス、そして旅館、ホテル、あるいはキャンプ場、そういったものまでですね、影響が出てる、大きな影響が出てるわけです。加えてね、例えば文化団体、芸術というか、例えばそのエンターテインメントを生業としている方々、あるいはスポーツのアスリートの方々、工業の方々なども大きな損害を受けている。これまでもいろいろな給付金が用意されましたけども、これからもそういう方々も含めてね、幅広く給付金を考えていかなければならないんじゃないかなと、そのように思う次第です。
全県全域で飲食店、こういう言い方します、飲食を主とする店舗のカラオケは自粛してくださいということなんですね。これどういうことかというと、飲食店、食堂も居酒屋も、そしてカラオケスナックも、カラオケパブもクラブも、そういった飲食を生業としている店としては、カラオケは遠慮してくださいということです。これ賛否あるんですけれども、カラオケボックスはカラオケを主としている業態であり、飲食を主としている業態ではないので、ボックスは感染対策をしっかりしながら営業してください、営業してくださいということの、ここの差異があるわけです。これを気をつけなければいけないのが一つ僕あるんですけども、もう一つ言っておきたいことは、協力金の申請を出す、そして算定の内容にですね、これカラオケは含まれていますから、どういうことかというとですね、カラオケ を使って営業で使ってしまっているお店は、これ協力金の対象になりません。ですから先ほど言った統括から千葉にかけての12市の方々はお酒もダメですし、カラオケもダメなんです。そしてそれ以外の、例えばいすみ市であろうが、御宿であろうが、一宮であろうが、大滝であろうが、勝浦であろうが、そこに入れないし、もっと言えば成田でも銚子でも木更津でも館山でも、あるいは桜、いろいろありますよね、の飲食店、カラオケは昼夜を使っておりますが、レストランの方、あるいはキャバクラの方々は徹底しておかないと、申請の時に、どういった調べ方をするかは私は分かりませんけれども、その時に、カラオケを使っていたら対象になりませんということになって、これ聞いてないなって思われます。例えばあるカラオケのメーカーに聞くと、いや、それはカラオケは単なる自粛要請、なんだ、協力をお願いしてるだけだから、協力金の対象になりません、対象をかけないですよという言い方をする、あるいは役所の関係者も、いないので、大丈夫ですよ、カラオケは気をつけてくださいという話もあったやり聞いていますが、これは間違いです。いろいろあるかもしれないし、私はカラオケを使っている飲食店の皆さんの恋愛よく分かりますし、言ってる夢は分かるんですけど、いろいろ役所の決定ですので、カラオケの自粛は全県全員ですから、していただきたいと思っています。で、お酒の営業は先ほど言った統括の千葉市の12市は自粛するわけです。で、今言った統括千葉地域の営業は、その上で8時です。それ以外の区域、千葉県のいすみ市だろうが、茂原だろうがね、東金だろうが、大網だろうが、鴨川でしょうが、市原でもそうですね、は夜9時までの営業ですけど、お酒は提供していいんですけど、お酒の提供は8時までです。分かりづらいですね。ですから、きちんとですね、情報を取って、なかなか承知していただいても、また教えて個人で発信しますからですね、ぜひ、何コメントなりメッセージなり電話でもいいですから、応援したいと思います。役所の方、地域の方にきちんと以上ですとかね、そういう方、店長でもしましょう、どこでもいいから確認してください。いよいよこれ
かしながら過度に落ち込むこと、過敏に、反応すること、恐れること、過度に恐れることはありません。しっかりと日々の日常生活と日常の業務を取り戻しながら、ウィズコロナというのはこれからはコロナがあってもしっかり仕事していく、学校に行く、遊ぶ、食事もできる、そんな世の中にしていかなければなりませんので、各、先ほど言いましたがしつこいですけど、個人ごと、家族ごと、事業所ごと、会社ごと、学校ごと、友達、知り合い、友人、明日から連休挟んで、対策をする諸問題に取り組んで、6月議会もう1ヶ月ちょっと先に来ましたけど、私熊谷知事に質問したいこともいっぱいありますし、提案したいこともいっぱいありますからですね。